い、シュラスタです。イエーイ、おはようございます皆様、ごきげんよう。どうですか、私のこの散らかった家は。これ散らかってんじゃなくて、ちゃんとお布団を干して、お布団を干して取り込んだところっていう感じです。んー、取り込って感じ。ドキドキ一人のって、ニッシーに歌聞いてる。最近ニッシーハマってんの、すごい。そのうち歌チャンネルの方でニッシーの解説とかし始めるかも。ニッシーと私の共通点なんかね、唇が分厚いことぐらいや。ブーブーなぜこうも人は違うのでしょう。はい、いいんですよ。そうなんです、人それぞれなんで。今日はね、独占告白ということでね、カミングアウトしていきたいと思います。私ね、HSP でした。ダダン。 HSP ってなんやねんと思ったそこのあなた、私もね、1週間前までね、このワードを知らなかったので。なんでこのワードを知ったかっていうと、 YouTube って本当にすごいなと思ってます。この間さ、恐怖症の動画あげたじゃん。恐怖症の動画、私先端が怖いんですとか、音がダメなんですとか、いろんなさ、怖いものが多くて行きづらいんですみたいなことをさ、あげたじゃん。あれをさ、見たさ、ご視聴者の方々がさ、シラスターさん、改めおしらさん、最近おしらさんって呼ばれることが多いの、すごい嬉しい。おしらって、おしらさん、それは HSP じゃないですかみたいな。おしらさん、それ HSP ですよ。それどう考えても HSP です。 HSP って言って、なんか HSP を連呼されたので、まあググってみました、 HSP って。そしたらね、Wikipedia 大先生によると、 HSP Highly Sensitive Person 全然発音良くなかったハイリーセンシティブパーソン。性徳的な特性として、高度な感覚処理感受性を持つ人のこと。そう、それはおしら。ちょっと何言ってるかわかんないけど、つまり、感受性が死ぬほど豊かなのね。で、この感受性が死ぬほど豊かな、死ぬほどっていうのが、すごく問題になる時が多いわけで、この HSP って生まれ持った特質で、気質で、生涯変わることもないらしいのね。で、人口の 15% から 20% が、度合いは違えど、この傾向を持つらしいの。だからさ、この動画を見てる5人に1人ぐらいが、もしかしたら、HSP かなっていう風に当てはまるところがあるかもしれない。それで知らせたね、結構ね、まあ重症まではいかないけど、なかなかね、重い方の HSP だと思うのね。強烈な方の HSP だろうなって個人的に思ってるんだけど、どうでしょうね皆様。この間のさ、恐怖症めっちゃあるみたいな話したじゃん。したんですよ初めての方ごめんなさい。例えばさ、俺さ、先端とかさ、角を見るとさ、目が潰れると思うのね。感受性が豊かすぎて、なんか目に刺さるイメージが、刺さって目が潰れるイメージがあるの。あ、もうなんか考えただけで怖いわ。ストローとか見るとね、あとティッシュ箱の角とかさ、それでさ、目が潰れるって思っちゃうの俺は。で、あとは高いところにいたら落ちて死ぬとか、狭いところだと窒息して死ぬとか、俺横断歩道を見ると死ぬと思うのね。あとなんかホームとかも死ぬと思うし、だからすごいさ、一個のこの情報に対してこの感受性が豊かすぎて、脳みそがさ、いろんな処理をしすぎちゃうのね。そうだから、なんだ、余計なことをいっぱい考えて、それに対して怖いって思ったりとか、なんだろう、もうその刺激に対するストレスが一回一回すごいの、皆様より。それがまあネガティブに働くと、そういうね、恐怖症とかっていう風になるんだけど、ポジティブに働くこともあって、だから HSP って悪いことだけじゃないんだけど、ポジティブに働くとさ、例えば今それこそさ、歌チャンネルの方でやってるさ、曲の解説とか歌声の解説とか、あれさ、正直 20% ぐらいしか出してないのね、情報を。もっと出してないかも、 10% ぐらいかも。 10% ぐらいで、 90% ぐらいは普通の対面のレッスンでしかやってないんですけど、もっと細かすぎるので。で、なんかさ、俺人の声とかが見えるのね。なんか共感覚っぽいのとはまたちょっと違うのか分かんないけど、まあ見えると思ってて、人の声とか歌い回しとか結構ね、細かくね、聞き取れるの、多分人より。アウトプットできるから別にして。そうで、そういうのもね、多分この HSP っていう性質がまあ関係してるんじゃないかなと思うの。だからまあ、そういう意味では、そういう才能はこのね、気質のおかげであったのかなっていう。その歌チャンネルの方がさ、こうまあ皆様にご支持いただいてるのは、そういうね、HSP のおかげかなと思うところもあるんだけど、まあ一方でさ、そのちょっとしたものに対して怖いって思っちゃったりとか、感覚がこうショートしちゃうのはこの気質のせいなので、またそれは本当にうざいって思う一面でもあるわけね。あとはさ、もう刺激そのものにもさ、結構敏感なの。だから俺さ、大きな音とかダメで、大きな音、クラクションとか電車がブーとかでやる音聞くと、本当にね、半日ぐらい不機嫌なのね。なんか何も考えられなくなるし、なんかもう本当にね、本当ダメなの。だから後ろから急にわーってやられたりとか、急に触られたりとか、握手とかはいいんですけど、触るのが分かってるから心の準備ができるんですけど、急にさ、肩ポンポンとかってさ、やられるとさ、あ、もう本当にお前くたばれって思うぐらい、なんかもう、うわーってなんだね。なんか潔癖症とかじゃなくて、もういきなり触られるってことに対するびっくりがすごすぎてってなっちゃうの。本当にさー、やめて、急に触らないで私のことをってね、昔からずっと思ってた。そうなんだよね。だからお化け屋敷とかね、絶対入れないの。絶対入れなくて、そんな急に驚かされるなんて無理よ私そうだから、お化け屋敷無理で、あとはさ、刺激に敏感っていうのは、そのさ、感受性というかさ、感覚がさ、鋭すぎて、人がさ、いっぱいいるところに行くと、全員の話をね、耳が追っちゃうの。人間ってさ、本当はいっぱい人がいても、誰かの声とか音とかをこうね、聞き分けられる能力があるんだって、基本的には。アクテルパーティー効果というらしいんですけれども、でもね、それがね、作動しないの俺。だからさ、会社とかでフリーアドレスとかって言って、で、なんかフリースペースでいろんな人がさ、ちょっとずつ会議してるみたいな空間だとさ、他の人の声が聞こえてきちゃうから、俺ね、一切何も入ってこないのね、会話が。だから本当にね、それが一番辛かった。それと、みんながスタバ飲んで、ストローでスタバ飲んでるのがめっちゃ辛かった、普通に。まあ、スタバよりあれか、コンビニのアイスコーヒーとかのさ、ストローかな。マジで辛かったの。本当にね、あれ見るだけで、なんか目つぶれると思いながら、こうやって仕事して、
したから、でしかもさ、その人がいっぱいいたりするともう何も話入ってこないから、だからね、必ずね、人がいっぱいいるところではね、ちゃんと耳栓をして、耳栓というか、まあ、あの普通に音楽を爆音で流してとかじゃないとダメなので、ドンキホーテとかもね、耳栓しないと入れない、普通にほんと無理って感じになっちゃうのね。そう、まあ、体調悪い時とか特にそうなのよ。そうでさ、刺激に敏感とか感覚のデータ処理が深いっていう特徴がさ、 HSP の人にあるらしいんだけど、俺より多分もっと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 重症で大変な人たちっていうのはさ、いわゆるちょっとエスパーって言われたりとか、第六感が鋭いとか、お化け見えちゃうとか、なんか人のさ嘘が分かっちゃうとかさ、そういうレベルの感覚の処理の深さを持ってる人もね、いるらしいのね、どうやら世界には。そうだから、まあ、それをさ、なんかこうちょっとスピリチュアルっぽく解釈することもできるけど、そうなんか人間のなんか脳科学というか、その科学的にこう解釈すると、まあ、そういうね、感覚が鋭すぎて他の人が感じ取れないようなちょっとした動きだったりとかから、相手のなんか気持ちとかを全部予測できちゃうとか、まあ、嘘を見破れるとか、まあ、そういう人はね、たまにいるらしいのね、もっとすごい人になると。俺なんかそこまでじゃないんですけど。であとはなんかね、共感力が強いらしいのね。おしらさんどう？興味、みんなおしらさんの友達どうですか？おしらの共感能力強いと思う？強い方だと思うよ、共感能力。なんか共感するために生きてるみたいな人間だもん、しらは。なんかすぐね、口調が映るとかもね、特徴なの。すぐなんか見た人の口調が映るから、なんかケミオの動画ずっと見てるときはケミオにどんどん寄ってくし、なんか加納姉妹の動画見てるときは加納姉妹に寄ってくし、なんかほんと大変なのね。友達によってもさ、関西弁使われると俺関西弁になるから、すぐ綺麗に、結構ね、綺麗にこびれるの、関西弁の友達といると。だからさ、もうそういうさ、感覚の処理能力プラスさ、共感力というかさ、こうなんか、なんだろうな、自我が保てないというか、共感、なんか相手のさ方に入っていっちゃうの。だからさ、ネガティブな人とかね、結構苦手なの。ネガティブな人とか愚痴をずっと言ってる人とかと一緒にいると、なんかね、気持ちがね、本当に一緒に落ち込んできちゃうのね。だから自分で切り分けられないから、私に愚痴は言わないでって感じ。愚痴は言わないでください、私に。なんか面白おかしく言って、面白おかしく返すから。そしたらあと、まあすぐ泣くし、すぐ、ほんとすぐ泣くのよ。なんか29にもなってお恥ずかしい限りなんですけれども、もう映画見てもすぐ泣くし、本読んでも漫画読んでもアニメ見ててもすぐ泣くし、本当もうさっきもさ、アットホームだとプライム、なんだ、アマゾンプライムで見てて号泣してきた後だから。そうなのよ、すぐ泣くの、本当にボロ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 歌ってても泣くしさ。だからさ、日本語の曲って聞くの結構辛いんだよね。なんかそれこそみかんハートとか聞いてさ、別の人の彼女になってるとか聞いてさ、なんか自分がさ、その実体験がなくてもなんかさ、感情移入しちゃって。ダメなんですよ。それがね、ちょっとね、強烈なの、人より。多分人より全然強烈なのね。で、まあなんか、まあここら辺まではさ、みんななんかこの YouTube 見てる人とか、まあ、私の友達とかなんとなくわかると思うんですけど、なんだろう、生きづらいポイントで、前回のなんだろう、サラリーマン生活はさ、まあ、営業やってたんですけど、去年、まあ、うまくいかなかったのね。うまくいかなかったので、すごいストレス溜まったし、でもね、周り、職場はね、本当にいい職場だったので、周りの人もすごくいい人たちばっかりだったし、上司もすごい親身になってくれて、頭が良くて人柄もいいっていうね、そんだけ揃っててなんでダメだったかって考えたんだけど、俺さ、あのね、電話かけらんないんだよね、自分から電話がかけられないので。これさ、 HSP の人のさ、特徴として結構あるらしくて、相手がどんな状況にあるか分かんない状態で電話をかけるっていうのはさ、すごいストレスなの。さ、いろんなこと考えちゃうわけよ、共感能力が高すぎて。これ今お昼の時間かなとか、お昼の時間かな、今かけていいのかな、でも今かけたら、俺なんか、これで繋がらなかったら、もう一回かけ直すためには、ちょっとなんかいつかけ直したらいいのかな。これメールで済む内容なのかもしれないけど、そしたら上司に確認した方がいいのかな、なんだろうな、とかって、いろんなことね、バーって考えちゃって、その相手の状況が見えないところに対する想像力の働き方が半端じゃないから、まあ共感力と感覚のデータ処理が深すぎて、脳みそがショートするんだね、それで。だからさ、メールならまだいいんですけど、まあ、メールもちょっとストレス溜まんの、俺。相手の顔が見えない状態で、人となんかコミュニケーションを取るっていうのが本当に無理で、うん、まあ頑張ってこう返信するんですけど、だから本当にさ、私からの返信とかさ、なんかすごい遅い人とか本当ごめんなさい、マジで無理なの。でも俺、その人の顔が見えない状態で電話とかできない、普通に。いっちゃん仲いい友達にですら、ゲリラ電話とかね、ほぼしたことない、普通に。じゃあ今何してますかって、明日会社早いとか、何時今電話していいとか、いいえとかって、なんかね、状況を全部確認してからじゃないと電話するって行為に至れないの。でもさ、営業だからさ、電話しなきゃいけなくて、やっぱりお客さんに。ルート営業だったから、そんなさ、バンバンかけまくるとかじゃなかったんだけどさ、だからこそ結構辛いところがあったというか、そうなんですよ。だ、電話かけるの苦手なの。あと、おしらはね、一人の時間がね、すごい必要なの。一人の時間がすごい必要で、なんか友達と旅行とか行ってもね、ちょっと個人行動させてほしいの、どっかの時間は。で、この間の軽井沢旅行もさ、一人で帰ってきたのに、最後。で、別になんか、あの人たちが無理とかじゃないんですけど、やっぱね、どんなに仲良くても、家族だろうが、恋人だろうが、これね、やっぱね、ずっと人と一緒っていうのは絶対無理なのよ。その、まあ、この特質が関係してるのかわかんないですけど、多分そうなんじゃないかなと思ってて、どんなに仲良くても、やっぱね、一人の時間を作ってくれないと、途中でね、もうなんか、頭いっぱいいっぱいになって無理なのね。そうなんですよ。でも、それさえしてくれれば、人と一緒にいるのが嫌いなわけじゃないの。まあ、特に今仲良くしてくれてる人たちとはすごく楽しい時間を過ごしてるし、レッスンで今来てくれてる人。で、初回のね、初回とかはね、結構ね、こう、俺もいろいろ考えながら疲れながらやるんだけど、まあ、2回目以降はさ、な、相手のこともちょっとずつわかるし、ストレスもね、
なくコミュニケーション取るの自体がすごい好きだから、いろんなこと相手のこと考えながらねやったりとかするのも好きだから、そう今仲良くしてくれてる人はすごくねこうありがたいんですけど、それでもね私は一人の時間が必要だっていうことはぜひ皆さん覚えておいてくださいラブリーそうなんだよね、そうなの。というわけで、まあ、ちょっとまとめ始めると、 HSP っていうのは刺激にすごく敏感で、まあ、音だとか触覚だったりとか五感の刺激がすごく敏感で、その感覚の処理がめちゃめちゃ深くて、他の人より脳みそレベルで勉強とかもねすごく得意で好きな人とかが多いらしいんだけど、 HSP の体質の人ってだけど、まあ、容量はねそんなに良くない。だからパワープレイしちゃうの、みんないろんなこと考えながらやるから。そうなんだよね。で共感能力が高いで、これがさすごくいい方向に行く時もあるの。俺も今さいい方向に行く時もあるし、最悪の方向に飛んでく時もあるしっていうのはもうこんだけ生きてて分かってるんだけど、だからまあこっからさどうやってコントロールしていけるかなっていうのをこれから考えていかなきゃいけないんだけどさ、この HSP の人がさ気をつけなきゃいけないのがさ、感覚を遮断するためになんかね依存に走ることがね結構多いという話も聞くのね。それがさ俺さお酒なわけよ。お酒とか暴食もそうなんだけどさ、感覚をこう麻痺させないとさ疲れちゃうから、他の人と同じように生活するには。だからさ酒を飲まないとやってられないわけよ。酒飲むとさ感覚ちょっと麻痺するじゃん。そうすると俺さストローとか平気になったりするの。だからお酒って本当にすごいよねっていうところで、お酒に溺れていくシラスタを皆さん見ていってください。これからもどうぞよろしくお願いします何このまとめ。でもそうなの、なんかさこう今の社会っていうのはさ何でもさ病名がつくじゃん、まあ、HSP は病名じゃないんですけど、まあ、何でも病名がつくから、まあ、病名ついて私はこうなんです、かわいそうなんですって私は言いたいわけじゃなくて、でもさ言語ができるとさすごい安心するじゃん。 HSP なんだ、 HSP だから今こういう気持ちになっててこういうのが苦手でとか、 HSP だからこういうのが得意で、 HSP だからこうでってさこの整理できるからさ、まあ、特にこういう体質の人はさ整理が必要なわけ、脳内で。だからこれ自分の気質にHSP っていうさ名前がつくっていうのはねすごくね、まあ、ありがたいことで嬉しいことで、これから生きやすくなっていくなっていう道しるべが見えたなというところですごくハッピーなわけですよ。なので HSP じゃないですかってご連絡いただいた方々本当にありがとうございます。私の人生はあなた方のおかげで救われました。頑張ってこれからも生きていきたいと思います。というわけで今からお布団をちゃんとねシーツして、まあ明日ね私誕生日なので8月3日、まあ、綺麗にね綺麗な前床でね目覚められるように今からちゃんとあの家事をしたいと思いますので、皆さん見守っててください。日本も放送しないけどね。はい、じゃあありがとうございました。バイビー。